あれなんか違うぞ。あれうわ、うわ、朝ごはんだよ。あ、これラジオ体操。うん。あれ体操は寝坊すけ。マジで今まで寝坊しなかったじゃん。ここに来てどうして急に寝坊した？じゃあ、うそ。やっぱ夜まで起きてちゃダメなのかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、寝坊に対してはもう何も触れないんだ。マジか、寝坊するんだ。やっぱ自主的に寝ないとダメだったのか。体操カード見てみるか。6日に押されてないな、ハンコ。マジかい。解禁できなかったな。なんでここに来て急に寝坊したんだよって感じだけどちょっとあれだ、虫かごの中がすごいことになってるから、それだけどうにかしちゃおう。早めにちゃちゃっとやっちゃおう。昆虫最終セット。中がもう満帆だからね。アゲハチョウ、キアゲハ、裏銀シジミ、小紫、大一文字、モンキチョウ、夏アカネ、モンキチョウ、キチョウ、少量バッタ、キリギリス、ヒメアカタテハ、ベニシジミ、ツマグロキチョウ、キマダラセセリ、銀一文字セセリ、ヒメシジミ、キイトトンボ、ヘイケボタル、マツムシ。これで最後25、ナンバー25まで来てるから25匹捕まえたのかな、全部で。あー、結構大変な作業だったなよーし、じゃあ早速今日も一日夏休みを満喫したい。部屋確認する？多分これね、なんかイベントが発生するまでは絶対開けられないと思うんだよね。鍵がかかってる。ダメだ。いやー、しかし今日の寝坊は痛いな。でももう一回寝坊するとさ、もういいやってなるよねダメな発想。ダメな発想だけど、もういっそのこと全部寝坊してやるくらいのね。話しかけるか。カオルおばちゃん。今朝はずいぶんとお寝坊さんだったのね。うん。なんで今日だけだろう。ボクくん、おばちゃんに何か隠し事してない？え？何も隠してないと思うけど。そうかな。昨日の夜、蛍沢に行ったでしょバレてるごめんなさい。バレてるよ。でもどうしてわかったの？確かにさっき僕くんのシーツを取り替えようとしたら、お布団からお客さんが出てきたんだ。蛍か？おばちゃんびっくりして暴れちゃったけど、なんとか捕まえちゃったよ。蛍が出てきたの？さあどうかしら。自分の虫かごの中を見て確かめてちょうだい。おばちゃんありがとう。いや、もう勝手に捕まえて標本にしちゃったけど。ヘイケボタルもうとっくに標本にしてあるけど。あ、いる。今もらったんだこれ。じゃあ昨日取ってなくてももらえてたんだ。はあ、なるほど。よし、朝顔。危ねえ、朝顔忘れてた。朝顔なんかちょっと咲いてない？気のせい？よし、この世界一と言っても過言ではない雑な水やり確認しよう。どうだ？あ、変わってないか。今日どうすっか。あ、秘密基地行くか。秘密基地はどっちの方が早く行けるんだろう。こっちかな。いやいやいや、晩ご飯クイズもやりたいんだけどね。今日はじゃあちょっと早めに帰ってくることを頭に入れつつ、踏まえつつ、おっ、ニュー1回は当てたいな、晩ご飯クイズ。取れん。やった。あー、なんか違うの捕まえた。あ、いらないあれどっか行ったかな。いなくなっちゃったかもしんない。くそ、いなくなったな。ダメか。そうだ、蜂の巣もつつきに行かないと。蜂の巣もやりつつだな。あと何回くらいで落とせるだろう。なんだろう。頑張れ。その大きな蜂の巣はぐらぐらと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。数回っていうかもう一発でね、やっちゃえばいい。おー、来た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 、やったー。おー、すごいね。よく横抜けていけるな、あんなことして。すごっ。イメージでは今日は無理だろうくらいのあれだったんだけど、落としてすぐ横通っていくってすごいな。あれなんか俺変なことになってる。あれやばいな、これなんか変なことになってるな。あ、取れた取れた取れたぞ。素手で取れたぞ、ついに。ああ、持ってる持ってる、よかった。びっくりした今。すごいびっくりしたよ。よし、降りていこう。まずこっち行くか。うわ、なんだこれ、怖いな。妖怪出まくりだぞこれは。中が真っ暗な古井戸、怖くてちょっとカビ臭い。いや怖いね、こういうのちゃんと塞いどかないとね、子供が落ちてね、井戸神になっちゃうから、怖いよね。ここら辺は調べられるかな。あ、調べられない。でもなんか絵になるね、こういうのは。へえ、こっちでもなんもないんだね。特になんも起きず、じゃあこっちの分かれ道の反対側行ってみよう。こっちもまた二手に分かれてんな。おお、なんかこっち来れる。そしてニュー、なんでしょう。モンキアゲハ飼う。あ、座れんのか。危ないなこれ。後ろ崖になってんのかな。座れるだけか。じゃあこっち行ってみよう。おお、なんだろうここ、どうなってんだ。お、虫虫。わー、やった。ゲット。緑シジミ。シジミシリーズ多いな。おお、まだいる。ちょっと虫が多くて進めない全然。進むたびに出てくるから。あれこれ、こっちか。よし。全然進めないよ。黒アゲハ。黒アゲハ俺生で見たことあるかもしれない。ここ何なんだろう。ダム的な場所？そうではないか。こっち行ってみよう。おー、ニュー。ちょっと移動するたびに出てくるとそれはそれで困るぞ。なんでしょう。全然進めない。ルリタテハ。ルリタテハ。こっち。うわ、なんか結構迷子になるなこれ。多いな、ニュー。多分ここでしか捕まえられないんだろうな、こいつらは。はい。やばいな、これ迷うな、また。広いな、こんな広いんだ。おー、魚いる。え、あそこにいるの、取りたい。あ、取れた。すげえ取れるな、今日。ちょっと魚も釣りたいな。あの大きいのは絶対30センチ以上あるぞ。あれは取りたい。頼む、食いつけ。来た来た。これでかいでしょ。39 30.9。よし、最高記録か。 30.9 って。うわー、なんだここ、すごっすごっ。運気上がりそう。こっち行けないんだな、でも残念。やった。あー、違うの捕まえたな。なにこれ、気象？気象って飼っとく？飼っとくか。気象に弱い。気象という言葉に弱い。おー、ジャンボくんに入れる。もうジャンボくんに頼ってるよ。しかももう夕方だ。晩ご飯クイズどころじゃねえなこれ。全然ダメだ。よし、こっちも行こう。迷うなあこれ。どここちょっとごめん、リアルの方で虫が出た。よし、こっち行こう。これカブトムシの木か。大きなひび割れガタポンの木。ガタポンの木、何それ、そういう名前なの。いやー、これはすげえな、広いな。ニュー、なんでしょう、こんな広いと思ってもいなかったわ。ベニヒカゲ、ジャンボくん。ジャンボくんなかったら終わってるぞ。どうなってんだ俺。あ、頂上か、山の。すごい綺麗だね。どうした？おー、いいね。丘の上からの眺めはなんだか深呼吸というよりも大きなあくびが似合うような、実にのんびりしたものだった。うわー、あ、虫切り替えの早い僕くんいいね、黄昏。お、気象すごいな。ここはでも景色だけか。そろそろお父さん来るぞ。あれ、ここ二手道っていうの、分かれ道になってるなあ。一緒か。広いな。まだあったよね、行ってないところ。お父さん来んなよ。オッケーオッケー。こっちの下には行ってないか。あ、行ったか。あれ、いいのか、これで全部見たか。すごい、もう迷子になってる本当に。ああ、来たな。こんなとこにもいるんだ。今日の遊び時間は終了。多分あそこぐるーっと一周回れるようになってんだな。じゃ多分一通り見れたな。いや、全然晩ご飯クイズの余裕ないわじゃあいただきます。ダメだな。いただきます。今日一日早かったな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お、なんもないアイコンタクト。お風呂入れっかな。入れるか。さすがにお風呂入んないとやばいだろ。あ、入れる。5日ぶり、すげえ。お、入った。バババン、いゆうだ。いいね、こういうタイルのお風呂いいね。うん、プラスチックとかのもいいけど、やっぱタイルもいいね。先にお母さん、カオルおばちゃん。今日の晩ご飯はロールキャベツと焼きナスと、おまけにオープンオムレツで萌えの好みにまとめてみました。へえ、オムレツか。そして新聞紙に乗って話しかける。しんどかったな。今日おじさん一日中スイカ畑で見張り番してたんだ。マジか。でもおかげさまで本日の被害はゼロだったよ。それなんだろう、苦労に見合ってんのかな盗まれてる間にもうこっちはこっちでなんか作ってた方がいいんじゃないか一日見張ってて、まあ被害がないのはいいけどさ。昼間の間ずっとアリンコ見てたらさ、分かったんだけど。この家族大丈夫か何が分かったの飽きるねってやばいよね。スイカ一日見てるお父さんとアリ一日見てる子供って本日愛知県豊橋市の保育園で買いだめしていた大量のトイレットペーパーが園で飼育されていたヤギに全て食べられてしまうという事件が起こりました。ヤギ食うんだね。やっぱり俺もなんか子供の頃ノート食われた記憶あるわ、ヤギに。でもなんか消化できないのは食べちゃいけないらしいね。うん、食べちゃいけないんだけどヤギは食べちゃうらしいね。うん、消化できなくてもまあ開かないでしょう。多分中にはいるんだろうね。うん、とりあえず今日は歩き回らずに虫かごの中をちゃんとやっとかないと次の日が何もできなくなる。はい。モンケアゲハ、緑シジミ。世界中に仲間が100種類もいるんだって。そのうちの一つがこいつなのさ。だからシジミシリーズあんないっぱいいるのか。オオミスジ、霧島緑シジミ、黒アゲハ、ルリタテハ、キベリタテハ、ベッコウトンボ、マユタテアカネ。トンボのくせによく見ると本当に眉毛があるんだね。びっくりしちゃった。マジで見る？眉があるの？眉ある？眉ある？眉毛なくない？眉毛なくない？っていうか針太くない？っていう紅日陰、高い高い山の上にいる、高山鳥の仲間だよ。山登りの最中に見つけたらちょっとラッキーかも。へえ、山登り最中にじゃあ探したいね。で崖から落ちちゃうかもしれないけど危ないよね。でも虫、あ虫だとか言ったら絶対落ちるよね、崖から。うん、気をつけないと。山登らないけどな俺、よほどのことがないと。うん、青葉せせり、綺麗な羽に大きなお腹と大きな目、金属質のピカピカがお気に入り。かっこいい。じゃあここであれ見てみるか。どれくらい集まったのか。かなり集まったんじゃないかな。でん、おお、すげえ埋まったな。まだ6日目だぞ。6日でこんな埋まってんのはすごいだろう。しかもこの赤いとこは何なんだ。やっぱレア度が高いのかな、赤いところは。今のところ3匹。あ、希少なんだ。なるほどね。希少な種類の昆虫はこう右下に希少バーンヤスリみたいな感じで出るんだね。なるほど。え、でももう3匹も希少なの捕まえているわ。へえ、すげえ。で王冠がついてんのはサイズが大きいってことかなこれ。はあ。この右上の赤いのは何？ビッグか。あ、ビッグと王冠は違うのか。王冠はどういう基準でつくんだろう。ビッグなのは右上になんか赤い丸がついてるけど。でもこの残りの赤いとこも埋めていきたいね。希少な種類の昆虫埋まるかな。よし、でも今日はやること結構やれたな。秘密基地に行ってないけど。よし、じゃあもう寝るか。絵日記、寝坊したくないしな。自分の部屋にいれば寝坊することはないんだろうな。うん、外にいると呼び戻される可能性があるね。絵日記を書きます。蜂の巣を竿でつついて落としたら蜂もびっくり僕もびっくり。蜂からしたらたまったもんじゃないそんな、しかもびっくりしてなかったよな僕くん。うん、あ、やった横通ろうみたいな感じだったけどおやすみなさい。他の動画または新しく投稿された動画をいち早く見たい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要欄にある URL をクリックだ。クリッククリッククリックサンダークリック。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしくよろしくよろしく。